大谷翔平が戻ってくると思っていなかった。エグン・レンドンが即答。米大リーグのドジャースへ移籍した大谷翔平選手に、前所属のエンゼルスでチームメイトだったアンソニー・レンドン選手が移籍を予期していたという驚きの発言が今話題となっています。レンドン選手は米スポーツ専門誌スポーツイラストレーテッドの米記者ジャック・ビタ氏の YouTube 番組ジャック・ビタショーに出演。翔平、大谷がエンゼルスに戻ってくると思っていたというビタ氏の質問に対し、いや、彼が戻ってくるとは思ってなかったよ。ノーだよ。特に彼がフィールド外で野球にもたらすものの大きさを考えるとね、と即答したレンドン選手。大谷選手がエンゼルスを去ると感じた根拠は、経済的な理由が大きいと言います。それは大谷選手が球団にもたらす収入が桁違いなため。レンドン選手は、先日も考えていたことなんだけど、野球の一組織に彼がもたらすことができる市場がどういったものなのかを知っているのは、2023年まで大谷が所属したエンゼルスだけなんだよ。エンゼルスだけが彼が球団にもたらす市場を知っているんだ。特にアート・モレノオーナーやエンゼルスの職員だけが彼がもたらすテレビ視聴率やマーケティングの規模を知っている。彼はここ6年間僕たちのチームにいたからね。でも他のすべてのチームは推測するだけ。これができるかも、あれができるかも、でも彼がそれを上回ってきたら、などと考える。とし、これは他球団にも垂涎の的だと見ているようです。そんな中で、ドジャースは大谷選手に10年総額7億ドル、約1014億円という史上最高金額を提示し、世界中で大きな話題となりました。レンドン選手はこのドジャースが行った投資の狙いについても、ドジャースはドジャースらしさを見せた。他にもそれだけの額を払うことを厭わないチームがいたと聞いているけど、彼らはそんなギャンブルをすることを厭わず、彼が野球外でもたらしてくれるものが契約に見合ったものをもたらしてくれることにかけたんだ、と説明しました。もちろん、投資は賞賛あってのものだと見ているようで、彼が野球の試合を通してやっていることによって、球団はかなりの儲けを得ると思う。数年で7億ドルの元を取れると思うよ、と語っています。実際、レンドン選手自身も、2019年オフに7年総額、2億4500万ドル、約356億円という巨額で、ナショナルズからエンゼルスに移籍していますが、今回の大谷選手の巨額移籍については成功すると見ているようですね。大谷選手やマイク・トラウト選手のプレーを間近で見てきたレンドン選手は、2人の選手としての凄さを聞かれ、バレルで打った時のボールだったりバットの音、それに彼らの走塁、僕はそういう細かい部分を見ているんだ、アンビリーバブルだよ、と驚愕していたことを告白。実際、2022年には自己最速の打球速度 119.1 マイル、約 191.7 キロ、昨シーズンも 118.6 マイル、約 190.9 キロを記録するなど、大谷選手が放つ煙が出るような力強い打球が大きな注目となっていました。また、レンドン選手は、大谷選手の走塁面にも大きな驚きを受けた様子で、翔平がベース周りを走って、三塁打になる姿を見たりね。他の選手ならスライディングして際どいプレーになるところだけど、彼なら滑り込まずにスタンディングで三塁打になる。外野フェンスにギリギリ当たるような打球の時にね、誰も転倒していないのにだよ。と、大谷選手の単純な長打力だけでなく、大きなストライドで長打をもぎ取る脚力にも、思わず苦笑いしながら称賛していました。このレンドン選手のコメントについてネット上では、レンドンを長期契約した愚策がエンゼルスの不幸の始まり、彼に支払うお金をもっと戦力になる選手に使っていたら、未来は変わっていた可能性は十分にあるし、大谷さんだって残留していた可能性はある。大型不良再建のレンドンに言われると全く説得力ないんですが、二刀流のもう現れることがないかもしれないユニコーンに、ドジャースは投資したんですから、妥当な金額だと思いますけどね。
言ってみれば唯一無二の存在なのだから。それにドジャースはあの金額を積んでも採算取れると計算してると思います。エンジェルスにいる時よりプレーオフに出る確率も上がるし、経済効果は飛躍的にアップしますからね。要するにエンジェルスだけが大谷の適正市場価格を熟知していたが、大谷に1000億円の巨額投資を厭わなかったドジャースその他の球団はそれを知らずに賭けをしたと言いたいわけなのかな。しかしそのエンジェルスがこのレンドンという不良資産に不適正な投資額をぶち込んで大失敗したのは皮肉なことだ。大谷がほぼフル出場で孤軍奮闘していた時期に、この西海岸のプレーボーイ風の男は自宅のプールサイドのジャグジーでバスローブを羽織ってブロンドやラティーノの美人をはべらせ、ピニャコラーダでも飲んでいたようなイメージしかないのだが、話題になったのはやじったファンの胸ぐらを掴んでいる姿くらいだった。要はレンドンからすれば大谷がいようと視聴率は伸びなかったし、観客動員も大したことなかったと、大谷に1000億円払うなんて物の価値が分かっていない愚か者だと、大谷の価値を下げまくっていただいたのがレンドンちゃんなんだけどね。プレーオフ進出するぐらい勝利していたら視聴率も観客動員も伸びたよ。大谷が8打点取っても逆転されるんだから、大谷一人ではどうしようもないのは事実。大谷翔平はドジャースで1000億円以上の価値を生み出すよ、など、大谷選手が所属していた6年間でエンゼルスの不良債権としてのイメージが強いレンドン選手のこの発言にはいささか厳しい意見が多く上がっていました。大谷翔平を失ったエンジェルスを待ち受けるさらなる暗黒期、大谷選手と再契約することが叶わなかったエンゼルスは大きな損失を被ることになりました。大谷選手の移籍先がまだ決まっていなかった時期、米メディアはエンゼルスを最後まで最終候補の一つに残していましたが、今となってはエンゼルスとの再契約の可能性がどの程度あったのかを知る由はありません。ただオフシーズンに入り、ドジャースを含めた大規模マーケットチームたちと対等の獲得競争を演じられるほどの資金力をエンゼルスは持ち合わせておらず、不利な戦いを強いられたのは間違いないのでしょう。今年7月にトレード期限を迎え、多くのメディアや OB たちが進言していたように、大谷選手との単独交渉ができる間に契約延長できなかった時点で大谷選手をトレードすべきだったということなのかもしれません。実際もし仮に大谷選手のトレードが23年7月時点で行われていれば、 4,5 人前後の若手有望選手を獲得することだって可能でした。しかしこのトレードを拒否したエンゼルスが最終的に得たのは来シーズンのドラフト指名権のみとなってしまったのです。シーズン終盤にベテラン選手たちを次々に放出し、なんとか贅沢税の限度額内に戻すことができたため、2巡目後に行われる保証ドラフトの指名権を得たとはいえ、その対価はあまりに低すぎるものになってしまいました。オフシーズンを迎えてからのペリー・ミナシアン GM はメディア対応するたびに、来シーズン以降もポストシーズン進出を目指すとともに、チームの大黒柱であるトラウト選手を絶対に放出しないと公言しています。本当にポストシーズン争いをしたいと考えているのなら、大谷選手の穴を埋めるため大胆な大型補強が必要になってくることは間違いありませんが、現時点ではエンゼルスが FA 市場で大きな注目を浴びるような動きは見せていません。その原因としてはトラウト選手やレンドン選手という高額年俸選手を抱え年俸総額を圧迫し続けてきたことが挙げられます。実際 MLB のデータ専門サイトファングラフスによれば、昨シーズンのエンゼルスは年俸3000万ドルだった大谷選手が抜けたとしても現時点での年俸総額予想は1億5300万ドルに上ると指摘しています。要は大谷選手が抜けても大型補強をできるだけの余力がないというわけです。また昨シーズンのエンゼルスは主力組に負傷者が続出すると、まだ実績不十分の若手有望選手たちをメジャー初昇格させなければならないほどに選手層の薄さが顕著でした。しかも昨シーズン中盤に大谷選手のトレードを拒否した挙句戦力補強まで行った結果、さらになけなしの若手有望選手を放出してしまい、より一層弱体化しているという悪循環ぶり。米メディアによれば
エンゼルスのモレノオーナーはチームスタッフが恐れる存在であり、これまでも選手補強などで現場に口を挟み、GM との間で確執を起こしたことがあった人物だと伝えています。そんなオーナーに2022年シーズン中にミナシアン GM が大谷選手のトレードについて相談したところ、烈火のごとく拒絶され、そして昨シーズンも最後まで大谷選手の残留を期待し続けたとされています。しかし大谷選手は結果的に、モレノオーナーが徹底的にライバル視し、絶対にトレードに出したくないと報じられたドジャースと契約してしまったのですから、これほど皮肉な結末はないでしょう。かつてメッツのスティーブ・コーエンオーナーが語った言葉で、希望は戦略ではないというコメントがありましたが、果たしてエンゼルスはモレノオーナーの下でいつ暗黒期から脱出することができるのでしょうか。